こんにちは。阪急道場弓哉さんです。今日は当店にお越しいただいた素敵なお客様を紹介したいと思います。中国から5人のグループでお越しくださいました。なんとこちらのグループは日本語教室のメンバーだそうです。日本旅行は皆さん初めてとのことでしたが、 勉強してきた日本語が活かせたことでしょう。私も日本語が通じるので本当に助かりました。今回の旅行は日本の文化体験を中心に剣道や茶道も体験されたようです。非常に熱心な方々で習慣、集中し真剣に体験していただきました。練習していくうちに 要領をつかみ和球独特の弾き方を理解していた方々もいらっしゃいました早い方だと序盤に四本の矢すべて的に当てる懐中を達成されていました本当に素晴らしいですなんと最終的には五名皆様懐中されたんです こんなに皆様がお上手なのも珍しいです海中はとても縁起がよくこの旅行も幸運に恵まれることと思います皆様は非常に結束力があり一致団結している様子でした半球だけでなく大弓の体験やなぜ 弓道が難しいのかを説明すると皆様非常に納得されていました大弓を実際に引っ張る疑似体験もしましたが難しさを体感されたことでしょう弓道は心を落ち着かせ集中力を高める素晴らしい武道です今回の体験で日本の文化 歴史、伝統についてより興味を深めてくれたら嬉しいです。本日はお越しいただき誠にありがとうございました。